カズオオタニは、アメリカの軍人、日系アメリカ人。第二次世界大戦の折、アメリカ陸軍第442連隊戦闘団に二等軍曹として従軍し、後に名誉勲章受賞者となった。軍に入隊するまでは、アリゾナ州のヒラリバー強制収容所に収容されていた。1944年7月15日に、第442連隊戦闘団の二等軍僧の、 階級にあった大谷は、イタリアのピエーベディサンタルーチェ近郊で、自身の正体が、敵の機関銃と狙撃兵によって、身動きが取れなくなっていた。一人の狙撃兵を殺害した後、大谷は正体へ指示を出し、敵の方かを自身へ仕向けさせ、何名かの仲間を避難場所へ着かせる隙を作った。そこから彼は、攻撃にさらされた場所で倒れた仲間の位置にまで張って、進み、 手当てを始めたが、その途中で敵の砲火によって戦死した。これらの行為によって、当初は主君十字章が授与されていたが、1990年代になってすべてのアジア系アメリカ人の主君十字章受章歴を再調査したところ、名誉勲章に格上げされることとなった。2000年6月21日にホワイトハウスで取り行われた式典において、 ビル・クリントン大統領から大谷の遺族に名誉勲章が贈呈された。現在はカリフォルニア州フレズノにあるベテランズ・リバティ・セメダリーに埋葬されている。大谷が受賞した名誉勲章には下記のように記されている。ありがとうございます。